はい、皆さんこんにちは。そろばん式暗算が子供の右脳を鍛えるの著者の高春豪です。まあ今日はですね、ちょっとまあ一風、まあ一つ変わったことっていうのかな。例えばじゃあこれ間違えたことを僕がこれ発信してしまったとして、それ間違えたことを発信するくらいだったら発信しない方がいいのか、喋らない方がいいのかということについてちょっとお話をしていきたいと思います。はい。で、間違えたことを僕当然喋ります。それはだっていくらでも喋ってたら、あの間違えてることはいくらでもあるわけです。じゃあこれが果たして正しいかどうか、まあそれはですね、実は喋ってる側ではなくて、あの受け取る側がなんて言うんですかね、この受動的に聞いてるのではなく能動的に聞く、能動的に聞いたことによって、あれ高先生喋ってることおかしいよねみたいなことを思ってもらえばいいんですよね。でもうあとは僕よりもよっぽどすごい先生が周りにいっぱいいますから、この間のソロバングランプリジャパンもね行ってきて、で3桁の見取り暗算についてちょっと面白い話を、聞いてきたんですけど、まあその先生は、ね、読み上げ暗算をやっぱり多めにやることによって見取り暗算をやっぱり鍛えていくことができるっていうふうにおっしゃっていて、なるほどなみたいな、すごいまあ納得感がある、あったんですけれども、でそれがやっぱり僕がいいなと思うのは、僕これ喋ることによって他の先生がいやそれはこうくん違うよって言ってくれるのがいいんですよね。で僕はそれを実は狙ってたりします。で、僕が言うことは当然完璧ではないですし、でもそれでも、やっぱり発信することによって影響力があれば、いや、コウ先生、これはこういう風にした方がいいんじゃないとか、いや、コウ先生、この方がやり方いいですよっていう風に言ってくれるじゃないですか。そうすると実は僕にとってはこれ実はプラスなんですね。で、皆さんね、これ発信することを怖がってる人たちって、確かにね、いますし、この間のね、吉本のこの、宮迫さんとか、それから田村亮さんとかは、まあ、会見はすごく社内会見、いい会見だったと思うんですけど、一方で岡本社長の会見ってなんかグダグダ感ありましたよね。でもまあそれでもまあ前に出たことによって一歩状況は進んでるわけじゃないですか。外に公にしたことによってね、良くも悪くもですよ。良くも悪くもです。でそれがもしもずっとそのまんまの体制だったら、僕は逆に言うと吉本の芸人たちってそれこそそのまま今の体制のまま続いていったら、それはそれで大変だったかなと。今明るみに出たことによって、これからまた新陳代謝じゃないですけれども、新しい組織が生まれ変わるやっぱり瞬間っていう、だから誰でも人間ってミスしますし、こうやって喋ってて僕もよく噛みますし、そして僕もこれ台本持ってないですから、手元にこれないんですよ。これしかないですからね。いつも思いつきで喋ってますからね。これ思いつきで喋るって本当いけないかもしれないんで、台本があった方がいいことは確かにいいと思います。で、でもまあそのスリル感を楽しみながら、まあ喋ってるわけなんですけれども、はい。だから、まあ何を例えば喋ったとしても、誰かが結局反応があって、それによって、例えばソロバンの話をしてたら、ソロバン会がいい方向に動いていけばいいわけですよね。ソロバン会がいい方向に、例えばみんなが暗算ができるようになるとか、みんながソロバンやって、例えば学力が本当に上がったとか、みんながソロバンやってね、この世の中で大学や社会人まで続けて、いろんな新しいつながりができたとか、それからね、国際大会もありますけれども、インドとかミャンマーとか、それからいろんな国と新しいつながりができたとか、やっぱりそういう方向が、僕 YouTube やってて、実際にこれありがたいことで、そういう全世界に広がるわけですよね。で、それが、だから、まあ、間違ってるか間違ってないかはいいんですよ。ね、とにかく僕が喋って、それによって、他の先生とかがコメントをくださる、意見をくださる。で、さっきも言ったように僕が、何か、適当なことを喋る場合もあります。適当なことを喋って。いや、でもじゃあ、それは聞いてる側は、だから僕ね、テレビとかも思うんですけど、テレビをなんでつけっぱなしにしてると良くないかっていうと、テレビをただつけっぱなしにして、受動的に物が入ってくるだけだと、人間って洗脳されちゃうんですよ。人間って洗脳されるんです。で、それがいいか悪いかは置いといて、当然テレビ番組っていうのはスポンサー企業がいて、で、やっぱり物を当然協賛があるわけですから、そこの商品をやっぱ売りたいわけですよね。で、そしたら当然番組は、その商品のことは当然悪く言わないわけですし、当然その商品を後押しする場合もありますし、で、なんていうのかな、とにかく受け身だと、なんていうか、あーって言って、あーってなんか物買っちゃうみたいなね。そういうふうにテレビってどちらかというと作られてるみたいなので、やっぱり自分で、例えばテレビを見てたし、あ、これはこういうことなのかなとかっていうことを、やっぱりその物事の裏側を考えながら、だから何でもかんでも鵜呑みにしてはいけないということで、確かに僕は有益であろうと思う情報を喋ってはいますし、有益でであろうということを、役立つであろうということを、当然視聴者の皆さんにはね、お伝えするようにはしているので、だから、それでね、それでだから、わざと間違えた情報を伝えるっていうことではないですよ。だけど、やっぱりそれでも、まあ、テレビもそうですね。テレビは別に間違えた情報を伝えているわけではなくて。だけど、やっぱり何か物事を受け取った時に、何か自分で感じたこと、
っていうのを、やっぱりそれを例えば言語化していくとか、やっぱり自分で感じたことを思って実際にこういうふうに行動してみるとか、やっぱり違うんじゃないのって、ちょっと疑問点とかって持ってみるっていうことも、いつも疑問点持ってたらダメですけどね。いつも疑問点持ってたらダメっていうわけじゃないですけど、何でもかんでも、例えば僕は生徒たちに、じゃあ九九やりなさいって言われて、いやじゃあなんで九九やるのっていうか、そういうのは小さい頃はですよ。小さい頃は意味がわからなくても、後で意味付けされますから、小さい子供たちにとっては、どちらかというと、言われたことをただやるっていう時期は必要です。で、だっていきなり九九とか割り算の説明って、例えば、うちも幼稚園の生徒いますけど、年少さんとか年中さんに説明して、わかる子はいるかもしれませんけど、それが本質ではないですね。まず最初に、掛け算九九を覚える。音で覚える。で、その後2年生とか3年生になって、あ、こういうことかって分かっていく。それは順序が確かにあるんですけど、ちょっとね、小室直子さんって方がいらっしゃるんですね。日本親弁アカデミーかな。そういうか、その方も言ってましたけれども、とにかく最初は小さい頃は、意味は後ででいいと。で、僕もね、昔は意味をやっぱり最初に伝えた方がいいんじゃないかなって思ったこともあったんですけど、それは幼稚園とか、小学生低学年のうちはまだ分からなくても、そのうちだんだん、ものを使って分かってくるという形に、なっていくので、まあ、それはちょっとまだね、別ですけども、ただ、大人とか、やっぱり小学校高学年、中学生、何かになった時は、やっぱりただ聞くだけではなく、自分だったら、もうだってそれだったら、もちろん小学校高学年とかだったら、それこそそろばんだって、4、5年とかやってる子もいますし、4、5年ぐらいやってたら、やっぱり自分の自我っていうのは当然芽生えて当然ですよね。で、それで自分で何か、例えば先生の YouTube、これね、生徒さん見てくださってる方も結構いらっしゃるみたいで、それはとてもありがたいんですけど、で、それを、本当に先生これで合ってるのとかっていうことを、自分で考えて、自分で何か表明をする。それコメントでもいいですね。先生に直接言ってくれる人もいますけど、はい。ただフィードバックがあると、僕すごい、やっぱり嬉しいんですよね。嬉しいですし、改善になるんですよ。で、この間は別のソロバン塾の生徒さんが、こういう取り方をしたらどうとか、あとはやっぱりこの引いて取るっていうところですよね。やっぱり僕も毎日ちょっとずつ研究しながら、それからコメント、メッセージとかいただきながら、やっぱり例えばこの目線で取るとかね、今まで近すぎたりとか、実はこの機材を用意し、ちょっとずつ、整えては、いるんですけれどもね。どういった取り方がやっぱり一番いいのかとか、ただちょっとまだ編集の部分はね、なかなかできないので、どちらかというと、このチャンネルはね、ラジオとして、聞いてほしいみたいなところはね、ちょっと甘えてる部分も、ありますけれども。とにかくですね、最初のお話に戻っていくと、間違えたこと、を、例えば発信してしまったとしても、発信側は、ビビんないでほしいっていうことですね。そうであると、もう何でもかんでも発信する人は、なんていうんですかね、発信する人がいなくなっちゃいますし、で発信したことが間違ってるのであれば、誰かが直してくればいい。で、直してくれたら僕も、あ、こうですねっていうのは僕も謙虚に当然聞きますし、ただなんなのかな。あと、ただ闇雲にバットボタンだけを押すっていうのは、やっぱりちょっと発信側にはね、ちょっと痛いところなので、だから何が悪かったかっていうのを、やっぱり当然考えますけどね、バットボタンが一つでもついたら、僕は確かに理由を考えます。僕もそこまでなんていうのかな。繊細な人間でもあるので、繊細そうに見えるかどうかわからないですけど、やっぱりちょっと落ち込みますよね。そのバットのボタンがついてるとね。だから当然考えますし、で、それはやるんですけど、やっぱりわからないところもありますし、だけど、能動的に一応ね、僕も、そのバットボタンをどう、なぜ押したのかってことを考えたり、しながら、毎日ね、ちょっとこの YouTube をね、撮っていますので、とにかく発信側は、間違えることを怠らない。間違えたことを、なんていうの、別に悪いことだと思わずに、やっていくと。で、見てる側は、時々コメントとかメッセージとかくださると、あ、またこのように改善していったらどうかなっていうふうに、思っているわけですね。はい。ということで、発信する人を、ちょっと大切に。だけど、なんていうのかな、で、最後の方、終わってしまうのもどうかと思いますけどね。いろいろな、これからも挑戦をちょっとしていきたいなと思います。はい。では、それでは SNS の拡散やコメント、チャンネル登録、などもぜひよろしくお願いいたします。できたらグッドボタンもぜひね、よろしくお願いいたします。はい。いろいろなコメントも、また、直接フィードバックでも構いませんので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。